これより自由で開かれたインド太平洋ビジョンを踏まえた防衛省の取り組みについて防衛省防衛政策局長岡正美より基調講演を行います岡防衛政策局長よろしくお願い致しますはい。ただいまご紹介をいただきました防衛省の防衛政策局長をしております岡と申しますどうぞよろしくお願い致します本日は お集まりの先生方によるパネルディスカッションを予定しておりますけれども、これに先立ちまして、私から本日のシンポジウムのテーマであります、自由で開かれたインド太平洋ビジョンにおける防衛省の取り組み、こちらについて、簡単にご説明をさせていただきたいというふうに思っております。資料、まず第1ページ目でございますけれども、FOIP ということで書いてございます。これはフリーオープンインドパシフィック。 これを略してというふうに称しててとといいいううふに称るこころでございますこのフォイプというビジョンが登場した経緯につきまして資料にもございますが簡単に説明をさせていただきたいというふうに思いますこのフォイプというビジョンでございますが2016年8月ケニアで開催されました TICAD6 と書いてございます第6回アフリカ開発会議と日本語では言いますが その基調演説を当時の安倍総理大臣が行われましたその際にこの FOIP という考え方を提唱することによって対外的に発表されたものでございます国際社会の安定と繁栄の鍵を握るのは成長著しいアジアと潜在力の溢れるアフリカこの二つの大陸また自由で開かれた太平洋とインド洋の二つの対応この交わりによって 生ままれるダイナミズでありますだからこそ我が国は自由で開かれたインド太平洋を介してアジアとアフリカの連結性を向上させインド太平洋地域全体の安定と繁栄を促進することを目指すのだということをビジョンとして明らかにしたものがこの FOIP の考え方になります。このビジョンの推進に向けて政府一体として取り組んでいく方針であります。具体的には スライドにも記載している3本の柱がございますが、政府としてさまざまな施策を進めていく中で、特に防衛省自衛隊といたしましては、赤い字で資料の中に書いてあるところ、法の支配、高校の自由、そして平和と安定の確保に資する施策を行うことを重視しているところでございます。資料の2ページ目になりますけれども、次に防衛省自衛隊として、FOIP というビジョンを安全保障政策の中で、 どのように位置づけているのかという点について説明をさせていただきます資料の上のところにございますとおり2018年12月に防衛計画の対抗という文書が策定をされておりますこの中で我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するとともに脅威を抑止し万が一脅威が及ぶ場合には確実に脅威に対処するというこれが我が国防衛の目標 となっているわけでございますが、この目標を達成するための3つの手段として、我が国自身の防衛体制、日米同盟、そして安全保障協力を強化していくという考え方に立っているところでございます。この3つの手段のうち、安全保障協力をどのように強化していくのかという点で、この FOIP というビジョンが鍵になるというふうに考えているところでございます。 現在の防衛計画の対抗におきましては、FOIP というビジョンを踏まえ、地域の特性や相手国の実情を考慮しつつ、多角的、多層的な安全保障協力を戦略的に推進すること、そしてその一環として、防衛力を積極的に活用し、共同訓練・演習、防衛装備・技術協力、能力構築支援、軍主間の交流などを含む 防衛協力交流にに取りり組むここととを明らかにしていいるところでであまます次のページ3ペーージジ目でございますホイップビジョンの推進に向けた防衛省における取り組みについて説明をしていきたいというふうに思います。まず、このインド太平洋地域、この特色でございますけれども、我が国の主要なシーレーンが通過をし、世界人口の多くが集中している地域であります。また 経済成長も著しいということを踏まえますと、この地域の安定は、我が国の安全と繁栄のために極めて重要です。こうした点を踏まえて、防衛省自衛隊としては、主要なシーレーンを安定して利用し続けることができるように、防衛協力、交流を活用しながら、さまざまな取り組みを進めていくこととしております。他方で、この地域におきましては、海賊、テロ、 大量破壊兵器の拡散などのほか我が国周辺を含め軍事力の急速な近代化や軍事活動を活発化させている国が見られるなど地域の安定には様々な課題が存在していますこのような国に対しては対話を通じた相互理解や信頼情勢を進めながら不測の事態を回避することで我が国の安全を確保する必要があります さらに、このインド太平洋地域におきましては、こうした急速な環境の変化に対応すべく、各国がさまざまな努力を行っており、防衛省自衛,自衛隊としては、関係各国と協力しながら、地域の平和と安定に貢献していくことを目指しております。このように、インド太平洋地域の平和と安定にの実現に向けた各国との連携取り組みこそが、 我が国ににととっててて望ままししいい安全保障環境の創出に直結していると考えております4ページ目、地図が出てまいりましたけれども、この FOIP のビジョンの推進に向けて、防衛省自衛隊がどのように各国と連携しているのか、この地図を使ってご紹介をさせていただきたいというふうに思います。先ほど、使用シーレーンの安定した利用の確保が重要だということを申し上げました。 防衛省自衛隊としては地図の中で赤い点線で表現しているこれが重要なシーレーンが通過している地図上の緑色の地域すなわち東南アジアであるとか南アジア太平洋島諸国中東アフリカそして中南米こういった各地域との間で防衛協力交流の幅広い手段を活用しながら ホイップの実現に向けて協力を強化するということととしているこころでありますこれらの地域の国々と良好な関係を確立し、自衛隊による港湾、空港の安定的な利用を維持することや、これらの国々が地域の安定のための役割をさらに効果的に果たすことができるよう、防衛協力、交流を進めております。また 地地図上の青いいい。色で書いてあります国・地域にもご注目ください同盟国のアメリカであるとかあるいは我が国と基本的価値を共有している、えー、共有しこのインド太平洋地域に地理的歴史的なつながりを有しているオーストラリアインド欧州諸国カナダニュージーランドとの間では地域へのさらなる関与を行うよう働きかけるとともに東南アジア 南アジア太平洋島諸国等への取り組みを行うに際してパートナーとして連携することでより効果的な協力を実施できるようにしております。なお、FOIP というこのビジョンですが特定の国を排除するという考え方ではなく包摂的なものであります。すなわちこの考えに賛同する国であればいずれの国とも協力が可能であると考えております。 続いてえー、防衛省自衛隊において、ホイップビジョンの維持強化のために行っている具体的な取り組みについて紹介させていただきたいと思います。まず、地域ごとに書いてございますが、東南アジアでございます。南シナ海やマラッカ海峡といった戦略的に重要なシーレーンが位置する地域でございます。asean 諸国と我が国は50年近くに及ぶ交流の歴史と。 密接なな経済関係を有すする伝統的なパーートナーでもあります我が国としては、地域協力の要となる ASEAN の中心性、一体性、強靭性の強化の動きを支援しつつ、ASEAN 諸国との間で安全保障、防衛分野における協力を強化し、信頼関係を増進することは重要であると考えており、ASEAN 諸国との二国間協力に加え、 多国間のの枠組みで協力の例として、2016年11月、日 ASEAN 防衛担当大臣会合におきまして、ビエンチャンビジョンという今後の日 ASEAN 防衛協力の指針を発表しましたが、2019年11月には、このアップデート版であるビエンチャンビジョン2.0を発表いたしました。また 海上自衛隊のインド太平洋方面派遣訓練に際しましては、東南アジア各国との共同訓練や、上官協力プログラムといったものを行ってきております。昨年は、新型コロナウイルス感染症の影響により、人との直接の接触を伴う交流はできませんでしたけれども、ベトナムのカムラン湾への寄港や、インドネシアとの夏ツナ諸島沖での親善訓練などを通じて、 各国との連携を確,確認するとともに、我が国のプレゼンスをしっかりと示すことができたと考えております。装備技術協力についても積極的に取り組んでおり、フィリピンに対しましては、2018年、中古のものでありますけれども、海上自衛隊の練習機 TC-90 を移転したほか、昨年には警戒管制レーダーの移転につきまして、 フィリピン国防省とと企業との間で契約が成立しております次に白の下の段でございますが、南アジアでございますけれども、インド洋のシーレーン上の要衝であるとともに、自衛隊にとっては、例えばソマリア沖、アデン湾における海賊対処のために移動する艦艇航空機にとっても重要な中継地として、これまでも協力を得ており、インド洋沿岸の港湾の安定的利用は、 オペレーションオペレーション上不可欠であります。こうした観点から能力構築支援や自衛隊の艦艇航空機による積極的な機構を推進してきているところであります。引き続きまして、太平洋島諸国との関係でございます。太平洋島諸国は太平洋のシーレンの安定的確保の観点から重要であり。近年政府全体としても関与を強化している地域です。 例えば防衛省自衛隊は2015年以降パプアニューギニアの軍楽隊に対する能力構築支援を継続してきております2018年11月には APEC 首脳会議に際してこの音楽隊が演奏を披露するまでになりましたさらに防衛省自衛隊としては軍を保有するパプアニューギニアフィジーそしてトンガとの関係の強化を進めております昨年には これらの国々との間で、当時の山本副大臣による訪問、ちょうど資料の真ん中の写真がございますけれども、こうした訪問や初の大臣電話会談を実施するなど、ハイレベルの交流も推進してきているところであります。また、防衛省として初となる多国間の大臣級会合である、日太平洋島初国国防大臣会合の開催を計画しております。 今月の3日でありますけれども、この大臣会合のための準備会合を局長級で実施いたしました。資料の下の段、中東アフリカ地域でございますが、原油輸入の約9割を中東地域に依存している我が国としては、エネルギー安全保障の観点から、この地域の航行の安全の確保は極めて重要です。これらのの地域との間では 自衛隊の艦艇航空機による機構の推進に加えて、最近では中東地域で開催されている多国間の安全保障会議への参加や、大臣の電話会談などのハイレベルの交流を通じて、法の支配に基づく国際秩序、海洋秩序の重要性について認識を一致させるべく、各国に働きかけを行っているところです。 ホイップのビジョンを共有し、その実現に向けて共同していくパートナーの国々との間では、多国間共同訓練を通じて、ホイップの維持・強化に向けた意思を具現化したり、連携してインド太平洋地域の国々への能力構築支援を実施するなど、協力を進めてきているところです。基本的価値を共有する日、米、合、イン4か国は、今月の12日になりますけれども、 首脳レベルとしては初の日米合意首脳テレビ会議を実施いたしましたホイップの実現に向けてさまざまなパートナーと協力していくことなどで一致をしたところです防衛当局間でもこうした協力を引き続き追求してまいりたいというふうに考えているところであります最近ではこの資料のページの下の方になりますが地理的に遠く離れた欧州の国々も インド太平洋地域へのアセットの派遣を表明するなど、FOIP ビジョンは目に見える形で広がりを見せております。このような国々に加えまして、防衛省自衛隊におきましては、地域のさまざまな国との間でも防衛交流を通じて、総合理解や信頼醸成を進めているところであります。まままず中中国でございいすすが日中の防衛交流について申し上げますと 防衛省自衛隊としては、中国との防衛交流を推進し、日中防衛当局間での相互理解・信頼情勢を進める中で、中国が責任ある建設的な役割を果たし、国際的な行動規範を遵守するとともに、国防政策や軍事力にかかる透明性を向上させることで、我が国を含む国際社会の懸念を払拭していくよう強く促しているところです。 中国は我が国周辺で軍事活動を活発化させるとともに大臣からもお話がありました通り会計局の船舶が尖閣諸島周辺の我が国領海への侵入を繰り返しています2月1日には中国会計法が施行されました中国会計法には曖昧な適用海域や武器使用権限など 国際法との整合性の観点から問題がある規定を含むと考えておりますそのような中で中国会計法により我が国を含む関係国の正当な権益を損なうことがあってはならないと考えております防衛当局としてもこうした我が国の強い懸念はこれまでも中国側に対して伝えてきており引き続きしっかりと伝えていくとともに関係国との連携を図ってまいります 今月16日に行われました日米防衛相会談におきましても国際法との整合性に問題のある規定を含む中国海警法により東シナ海や南シナ海などの海域において緊張を高めることになることは断じて受け入れられない旨を伝え岸防衛大臣とオースティン米国防長官は深刻な懸念を表明いたしたところであります。次に、に日露の防衛考慮について申し上げますと、 日露の交流を通じまして、信頼関係を増進させることが極めて重要であると考えております。同時に、隣国でありますロシアとの間で。不測の事態などを招かないためにも。実務的なコンタクトは絶やさないようにすることが重要であり。こうした点を踏まえて、ロシアとの交流を進めているところであります。ホイップのビジョンは。アメリカ、オーストラリア、インド。 アセアン諸諸国国国さららににイイギリススフランスドイツなど欧州諸国にままでで広がってておりますす多くの国から賛同や支持を得ているところです例えばこのスライドではさまざまな国がインド太平洋地域におけるイニシアチブを発表していることを紹介をしているところであります。これらは我が国の FOIP のビジョンとも整合的なものであると考えております。このラスライドの一番下にございますように先ほども申し上げましたが、 我が国としてはこの FOIP のビジョンに賛同するすべての国との協力を推進していく考えであります。最後に防衛省ではこの自由で開かれたインド太平洋ビジョンについて国内のみならず諸外国からの理解を深めこのビジョンに賛同する国を増やすためにさまざまな対外発信広報活動を行っているところです。昨年 イップビジョンにつきましては、本日ご紹介したような防衛省自衛隊の取り組みを簡潔にまとめたパンフレットを日本語および英語で作成し、冊子を各所で配布するとともに、防衛省ホームページでも閲覧できるようにしております。ホームページでは、英語に加え、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語、アラビア語の国連公用語、さらには、 インドネシア語、ベトナム語でも閲覧できるようになっておりますこうした広報資料を活用しながら防衛省自衛隊の各種 SNS や各国の防衛駐在官等を通じて諸外国への発信、情報収集を強化しておりますまた防衛省では昨年夏インド太平洋地域諸国との防衛協力交流を担当する部署を新設するなど 組織としての体制強化も行いました今後とも、f イップビジョンにおける防衛省の取り組みを積極的に発信していく方針です私からの基調講演は以上となりますご清聴ありがとうございました